はい、どうも、シュイントーフでございます。今、私、マリクのチャンネル、元井シュイントーフ氏、2094アリーナ7、バトルしません。で、今回はプレイ情報、バトル、リプレイ3本お見せしたいと思います。で、今回はね、違った。なんでゴブリンバトル情報出してんだよ、バーカっていうね。じゃあ、とりあえず、こちら出して、今の人は気にしないで、今の人のやつは気にしないでください。後で説明します。ということで、今回はマルチからの、自分のリプレイからお送りしたいと思います。ではまず、シュイントーフ氏、ジャイアントを召喚。さあ、ここで相手はどうするのか。なんとね、ここでロケットが走ってくるんですよね。うーわっていうね。そしてこのレベル、バーバリアンレベル10。もうこれ正直負けたかと思いましたね、自分。正直言って、うわ、これやばいやつだっていうね、思いましたよ、マジで。普通にレベル9がいる。まずレベル9がいることに驚きますね、もう。よくここまで超えたなっていうね、普通にレベル9がいますからね、もう。で、上もレベル10。で、上もレベル10っていうね。えぐい数字ですよ、もう。えぐい。マジでえぐい。で、フーブのレベルが7なんで、このミサイルレベル8なんですね、調べてみたら。すごい。こんなに削れるんですね。えぐい、こっちゃ。さあ、ここでファイアーボールが外れます。外れます。そこで、自分は、家を消して、浦足を決めていくことにします。ジャイネクドアザーを決める。さあ、ここで、ジャイネクドアザーが決まった。ここでタワーを落とすんですよ。さあ、ここでバーバリアンが出てくるんですが、もう、時すでに遅し。はい、ということで、まあ一つ目はこんな感じでしたと。今の下の気にしないでね。次、これは日本戦ですね。ルナクド猫さんとの戦いです。クラン名なんだこれ。ジェゴ教団、地雷はジエゴヤっていうね、意味わからないチャンネル名っていうか、意味わからないクラン名ですね。うん、調べてみたら、たった10人ほどしか入っていないクランでした。さあ、でここでうまいオーブンにファイアーボール打ってきました。さあ、ここで自分はネクロを出します。ここでインドアレベル2。ここでジャイが間に合う。結構重い、これ。正直結構重い。で、上はレベル7。普通。じゃあ、ショータイム。ここで、ウィザードをファイアーボールで対処しますが、ここでスケルトンアーミーの登場。ジャイは倒れてしまいます。力尽きてしまいますが、とりあえず、今度は右側にオーブを出していきますが、はい、このようにすぐやれる。すぐにやれてしまう。悪魔の叫び声が漂う。ただし、レベル5。低くって思いましたね。よくタウンホールレベル8がね、ここまで行けましたね、本当に。すごいですよ。さあ、ここ、スパーキーボード機がやってくる。相手たもやれる。レベル7。もう来るが、挨拶ザマーっていうことで、とりあえずジャイを出していきます。で、ウェウェウも来る。正直焦りましたね、これは。正直これかなり焦りました、ね、ですが、落ち着いて対処していきます。2506で抑えることができました。さあ、ここで、おー、フライブ、悪魔の叫び声。
悪魔叫び声はドラゴンとアーチャータワーで対処。ザコエスケルトンがやってくる。ジャンプ。ザコエジャンプを使ってしまった。さあどうする。でフブをもう一回出します。でヘヘヘも来る。でウェウェも来てヘヘヘも来て。悪魔の叫び声も来る。はい、対処する。対処する。痛い。さあ、耐えきれば OK。フォークで勝ちですね。勝ち確です。ザマーっていうことで。ザマーって言っちゃいけない言葉を言ってしまった。ということで、2本目はこんな感じでございます。次。これやばかったよ。これはやばかった。これは正直言ってめちゃくちゃやばかったです。なんとね、相手は奇襲を仕掛けてきます。まずオーブを仕掛けてきます。オーブデブル毒。普通にやれる。なんとここでね、ゴブリンバレルでオーブを対処してこようとしますが、ザップ。ここでウィザード登場。さあ、この後。この後、これが来るんですよ。悪魔の叫び声が。悪魔の叫び声が、奇襲を仕掛けてきます。さあ、ここで、急いでファイヤーボールを放ちますが、1562まで削られてしまいました。本当にこれ危なかったですよ。本当にこれは、これ正直言ってね、隠したごときに負けたんじゃねえのかって思いましたね。ちょっと驚きを隠せないままゴブリンバレルを撃とうとしていますが、ここでまたオーブを仕掛けていきます。今度はね、ちゃんと待ちます。ここで対策をせずに待ってみます。するとまたウィザーを出してきますので、今度はドラゴンを右に左に出して、インフェルノとイードラを右に出しました。すると相手はアイアスファイヤーネズミを出してくるんですよ。ネズミかどうかわかんないけどね。とりあえず悪魔叫び声はネクロマンサーとローニングッドで対処していきます。ここでスケルトンアーミーの登場。スケルトンアーミーはネクロマンサーで対処していきます。ローニングッドを使うまではありませんね。最後ここでエイが来たので対処。ザップで対処していきます。で、フブを出していく。インフェルノタワー、インフェルノタワーがえぐいんです。オーフライブー、まあ、悪魔叫ぶ声を主流とした戦い方ですね。これはフレアチェック、なんて言ってるのか分かりません。英語読み取れてません。まあ、同時にやられる。同時にインフェルノタワーとジャイアントがやられる。めったに見ない瞬間であります。さあここで今度は悪魔の叫び声とファイアネズミを一緒に出してくるんですね。ですがなんとか対処できました。ここでローニングと対処をしますが、残念、サドンデスになってしまいました。ここでね、まさかのサドンデスになるんですよ。さあ、ここで、ここで絶対進め。が刺さる。さあ、危ない。なんとか対策するか、363まで削られてしまいました。さあ、ここで、ジャイネクロが決まる。ジャイネクロが決まる。ウィザードをファイアボール対処。ここで落ち着いてザップを仕掛けに行ってきます。ザップを仕掛けて対処。さあ、いけ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 と言ったんです。はい、ここでタワーを落とすことができました。これは正直焦りましたよ。マジでマジで当たりました。ということで今回はここまでになります。まあ、これからもね、リプレイとかありましたらこうやってやっていきますので、よろしくお願いします。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。